皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はですね、歴史において避けられないトピックである人間同士の争いについて取り上げたいと思います。これらの問題はですね、言うなれば人類の発展に常につきまとうことですね。狩猟生活から農業生活に変化したことで、人間は集団化、土着化し、その中でも民族的つながりや宗教的つながりなどで、その集団はさらに拡大していき、そしてその結果、近くの大きな集団同士が争いを行い、勝った方がどんどん領土を拡大していく。言ってしまえば、歴史とは相手を淘汰しようとする争いの連続ですよね。決してやむことがない争いの上に今の世界は成り立っているわけですよ。今の世界はグローバル化のおかげもあって基本的に大きな戦争は起こらないですけど、でもその各国同士の間では自由経済世界によって熾烈な争いが繰り広げられているわけで、今でも外国の連中は自分たちとは違うっていう考えは決してなくならないわけですよね。じゃあ歴史上自国内においては人々は平和に過ごしてきたかというと、決してそんなことはないわけですよね。宗教的な迫害だったり、生まれの違いから来る身分差別とかだったり、貴族平民奴隷とかね、やっぱり自国内は自国内でもやっぱり争いは生まれるわけですよ。じゃあ今度は視点をマクロからさらにミクロに持っていきますけど、同じコミュニティに所属する人、例えば宗教も同じで身分も同じ人たちっていうのは、この人たちは平和に過ごしてきたんでしょうかね。そんなことないですよね。おそらくね。この辺は現代の我々がイメージしやすいところかと思いますけど、同じ宗教観を持ってて、同じ身分の人たちで、同じようなものを食べて、同じような服着て、同じような生活をする。この人たちもね、自分の気に入らない人間をいじめたり、所属するコミュニティから追放しようとしたり、しょうもない争いをするわけですよ。つまり人間っていうのは、国家規模から1人間単位まで、ずっと際限なく争いをし続ける生き物なわけですよね。ここら辺はもはや言わずもがなの常識の世界なんで、あえて強調して言うことでもないと思うんですけど、でも少し立ち止まってね、もう少しよく考えてください。なんで人間は常に争うのか、なぜに気に入らない人間を平気でいじめようとするのか、なぜ自分のコミュニティにいない人間を平気で迫害しようとするのか、なぜ自分の国以外の人間を平気で殺そうとしてしまうのか、そしてなぜそれが歴史上地球規模において普遍的に行われてきているのか。普遍的ですからね、これね。アジアだろうと、ヨーロッパだろうと、アメリカだろうと、アフリカだろうと、争いは常に起きてきたわけですよ。なんでっていうね。これだけ長い人間の歴史があって、無数の人間が生まれてきたんだから、少しぐらい誰も相手を傷つけない超平和的な民族集団とかいてもいいじゃないとか、超平和な国家があってもいいじゃないとか思うじゃないですか。でもね、ないわけですよ。何度も言う通り、そんな理想的な世界っていうのは。人間とはなぜか他人をいじめるのが当たり前なようにできてるんですよ。本能なわけですよね、これは。でさらに都合の悪いことに、人間っていうのは人間個体の本能だけでなく、状況次第によってさらに争いを生み出してしやすくなる性質を身にまとうことになるっていう、争いをするのに非常に適した動物なんですね。なぜか歴史っていうのは争いの連続ってことは先ほども言いましたんで、つまり歴史の本質を知るためにはまず人間の本質を知らなきゃいかんということでですね、今回はそんな内容について触れた本を最近読んだんで、それを紹介したいと思います。なんか今回は動画の導入部分がだいぶ長くなってしまいましたね。今回の本はですね、経済成長が全てかっていう本、著者はマーサー・ヌスバウムというアメリカの哲学者ですね。この本自体は、まあ、タイトルにもある通り、今の資本主義絶対の世界において経済成長することだけが国の目指す道ですか、それが人々の幸せにつながるのですかっていう、利益最優先の国家のあり方に疑問を投げかけるもんで、彼女の言い分としては、人々はもっと人文学と芸術を学んだ方がいいということを言ってるんですよね。その中の話の一部に、そもそもなぜ人って争うのかっていうトピックがあったというわけですよ。ということで今回はその内容について説明していきたいと思います。先ほど人間が争うにあたって、人間個体の本能と状況による性質の変化って言いましたけど、最初に人間個体の本能について説明します。まず人々の争いの根本にある感情は何だと思いますかね。それは嫌悪感であるわけですよ。相手を受け入れられない感情があるがゆえに人々は争いをしてしまうわけですね。でその嫌悪感は果たしてどこから来るのか、なぜ同じ人間であるにもかかわらず他人に対して嫌悪感を抱いてしまうのか、この嫌悪感の原因は
純粋なものと不純なものに世界を二分したいっていう人間の欲求が元にあって、つまり完璧な自分と汚れて邪悪な相手っていう世界観を無意識に構築してしまうんですね。実はこの汚れに関する認識っていうのは赤ん坊時代からの経験が根本にあるようです。というのも人間は赤ちゃんの頃からうんちしますよね。赤ちゃんは生まれたばかりの頃はうんちをしては全く気にならないわけなんですけど、だんだんと成長していくにつれてそれが汚いものと認識していくことになります。この排泄物に対して嫌悪感を持つっていうのは、排泄物や老廃物っていうのが自身の体の代謝によるもの、つまり老いの象徴であって、最終的に自分は死ぬ運命にあるっていう免れない事実から少しでも距離を取りたいからっていうのが最近の心理学者とかからの見解らしいんですけど、この究極的に死ぬ運命にある体が常に老いていくっていう自身の動物性を否定する本能がこの後他人に対して攻撃したくなるっていう風に謎に転化されていくことになります。どういうことかというと、実は人間っていうのは生まれた瞬間から自己愛に満ち溢れてるんですよ。自分最高だぜなわけですよ、赤ちゃんっていうのはね。なぜなら赤ちゃんっていうのは日々充足感に満ち溢れた生活を送るわけですよね。本来自分は無力だけど、自分が生きるために周りの大人が何でも動いてくれると。おっぱい飲みてーってなったら勝手におっぱいがやってくるし、なんか眠てーってなったら大人が睡眠時間を削ってまで寝かしつけてくれるわけですよ。実はこれ私の動画でちょこちょこ出てくるルソーの著作の中のエミールっていう本で書かれてるんですけど、ルソーは赤ちゃんにとっての両親とは自分の充足感を満たすために必要なものを持ってくる奴隷で、人間とは生まれながらにして他人を奴隷にするのを好む傾向にあると。で、赤ちゃんが成長するにつれて本当は自分が弱く他人に助けられて生きているってことを自覚しないまま育っていってしまうと、その人間は自身の充足感を満たすために他人を支配するような人間になると。そしてこれが究極的に人間のヒエラルキー社会につながってしまうのであると言ってるんですね、ルソーは。思い出してほしいんですけど、ルソーの時代はフランス革命時代ですからね。フランス貴族がふんぞり返っている世界で民衆たちは苦しい生活をしているわけですから、それに反抗するための思想としてルソーはこのように考えたわけですよ。で、そうやって他人に対して排他的に育った子供はどのように他人をいじめるかというと、先ほど言った人間は自身の動物性を否定する本能を持っているっていうのがキーで、動物性を象徴するようなものとして何があるかというと、悪臭だったり汗とかの分泌物だったり、そしてぬめりだったりっていうものがあるわけですよね。特に幼い子供たちが誰かをいじめるとき、どんな言葉を発するか考えてほしいんですけど、大体相手個人を汚れたものとして扱うわけですよ、バイキンとかね。そしていじめてる相手が触ったものを避けるわけですよね。相手のことを汚いと罵って、綺麗で完璧な自分の世界から追い出そうとすると、それがさらに成長していくと、今度はその汚れを多宗教、多民族、そしてカースト下位の者たち、まあ、歴史的な話で言うと女性とか奴隷身分の人たちとかね、そういう人たちに自分が否定する汚れを投影していって、そして自分の世界の正当性を確保すると、まあ、簡単に言うとこれが人間個体に関する問題点で、次は状況による人間の持つ性質の変化ですね。これはですね、心理学世界では非常に有名で、もはや古典的とも呼べる実験があって、一つはミルグラムの電気ショック実験で、もう一つはスタンフォード監獄実験で、ドラマか映画にもなったやつですね。まあ、これはね、経済学とか社会学範疇でも習うことですしね、知ってる人も多いと思うんで、ちょっと実験の細かい内容は飛ばします。非常に簡単に言うと、人は見えない相手に電気ショック攻撃しまくってしまうっていうやつで、で、監獄実験は看守と囚人役の人が勝手にどんどん役になりきって暴走してしまうっていう感じです。まあ、気になる方はウィキペディアで調べてみてください。で、これらの結果から何が言えるかというと、人間っていうのはどうも閉鎖的状況においては権威者の指示に従う性質を持っていると。しかも元々の性格とは関係なく役割を与えられただけでそのような状況に陥ってしまうと、閉鎖的な状況、つまり自分たちが誤った判断をしているというのを誰も気づかないでいると、人間っていうのはその行動が明らかに誤りであっても誤りだと気づけないんですよね。そして自分の完璧な世界を守ってくれる強い指導者に集団は服従する傾向もありますので、その強い権力者が誤りを犯してそれに対して集団全員が服従してしまっていると、その集団は外から見たら到底理解しがたい超暴力的集団にするのは簡単になってしまうんですよね。ナチスドイツのホロコーストなんかが典型ですね。これが状況による人間の性質の変化であって、これがまた争いを生み出す要因になってしまうわけですね。ということで今回は本の内容をかなり簡略化かつところどころ試験を入れて説明してしまっているので、気になる方はぜひこの本を読んでみてください。経済成長が全てか。
デモクラシーが人文学を必要とする理由、岩波書店より出版されてますよ。ちなみにマーサー・ヌスバウムの考えるこの争いのスパイラルから人々が抜け出す方法は、やはりしっかりとした教育を受けること。人間個人っていうのはとても弱い生き物で、他人と協力しないと生きていけない動物であるってこと。そのためには相手に思いやりを持って接することが一番であると。そして間違ったことに対しては、間違ってると声を大にして持てる勇気を持つこと、自身の良さを知り、そして相手を思いやる、まさに18世紀にルソーがエミールで述べたことと同じであるということで、前回の動画はね、ある意味ルソーの唱えた思想の危険性についての動画でしたが、今回はルソーの唱えた人類の真の平和のための素晴らしい思想を紹介したということで、ちょうどよくバランスが取れたと。ということで、今回は以上です。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。